狛犬じゃなくて猿ね。こっちも猿。ですね、今日は岡山市内からちょっと離れた近くにね、足盛川が流れてる場所です。で、近くにね、あの造山古墳があったりとか、そういうエリアになります。で、車で通ってたらね、ものすごく気になる、まあ、神社かな、神社が山の上にあるということで、今日ちょっとやってきました。鬼と子と母って書いた神社があります。で、今 Google マップ見てます。近くにね、摂州誕生の地っていうのがあったりする場所で、もう目と鼻の先ですね。ちょっと今日はこちらに行ってみようかなと思います。で、この下にはね、駐車場がないんですよね。駐車場かなと思ったんですけど、この近くのシルバーセンターの関係の駐車場でございました。で、山のね、中腹に神社に通ずる道があるんですけども、そこに止めてやってきました。よし、ちょっと海まで登っていきましょう。すごいね、あの歴史を感じるような、そんな神社です。こういうのも見たことないですよね、今まで。で、ここにね、車を止めるような感じになります。よし、ちょっと登りましょう。まあ、なんかこの神社の入り口、狛犬じゃなくて猿っていうのも面白いなと思います。で、この神社の建物もものすごく歴史を感じるというか、なんかすごい迫力があります。あ、なんか説明書きのプレートというか看板があります。甲信山という、なるほどね。お通夜堂跡。じゃあもうちょっと登ってみましょう。これはね、めちゃめちゃすごいな。階段がめちゃめちゃ急ですね、この目の前。
上がってもよさそうですね。ちょっと後で上がってみましょう。あ、すごいね、見晴らしがいいです。茶室なんかありますね。立派な建物ですね。なるほどね。まあすごいね、見晴らしがとってもいいので、ここであの、まあ、陣所を構えるのはすごいいいのかなっていう感じですね。本当にあの見晴らしがいいので、まあ偵察的な感じの感じでね、あの敵がどこにいるのかっていう動きも分かったりできそうです。なるほどね、こういう感じで置いてあるということです。こう毘沙門天、ちょっと失礼します。立派な毘沙門天さんです。というわけでおよそ登りきりました。でも結構ね、本当に眺めがいいです。そんなにね、あのきつい、まあ、階段でもないので、山の中腹まであの車で来て、そこからちょっと登ってということで、比較的行きやすい、眺めのいい神社かなと思います。ちょっと登っていきましょう。なるほどね、こんな感じか。はい、というわけで今日はこんな感じでお届けしました。興味ある方はね、ぜひ行ってみてください。すごい眺めがいいです。このチャンネルがいいと思ってます。悪いと思ってます。